ゆかりチャンネルです。今日はトイストーリー4のフォーキー試作して作ってみて編めそうだなと思ったので、まずは材料説明からいきます。楽しみにしててね。はい、まずセリアで買ったトロピカルコットンの色番が1番と、トロピカルコットン色番が7番、あとエンジェルコットンの色番が1番と10番を各1玉ずつ、あと手の中に入れるワイヤー30センチぐらいあれば大丈夫です。あと吸盤ですね、フォーキーちゃんの中に入っているここに吸盤が入れてあるので、吸盤1個でいいです。ハサミ、とじ針、4号のかぎ針、ボンドで、目玉ですね。目玉は直径が 1.7 ぐらいのと 1.2 ぐらいを1つずつ、あとワイヤーを切るペンチと物差し、あと綿が少しいりますという感じで、では今日は顔の部分から編んでいきたいと思います。チェンジ、はい、まず 顔を編んでいきます。はい、指に2回輪を作って、輪の作り目からいきます。でこの中に細編みを6回入れます。立ち上がり1目、1、2、3、4、5、6ですね。そしてこの端を引っ張って動く方の糸を引っ張って引き締めます。はい、そして1、2、3、4、5、6目、ここですね。ここに引き抜き編みをします。で立ち上がり1目で、立ち上がって2段目です。細編みをすべての目に2回ずつ入れます。1、2、この時に後ろの糸端を一緒に編みくるんでいきます。2回ずつ、はい、こんな感じです。でここの糸は引き抜いた場所なので編みません。全部で12目になっています。2、4、5、6、7、8、9、10、12目で、最初の頭に引き抜きます。これで2段目が完成しました。次3段目は増減なしで全ての目に細編みを入れます。12目編めました。そして引き抜いた後、立ち上がりの目、ここですね、ここに引き抜きます。これで3段目が完成です。次4段目は立ち上がり1目に根元に細編み1つ、次の目に2つ細編み、これを繰り返し編んでいきます。1、2ですね。1、2、1、2、で、全部で目が18目になってます。2、4、6、8、2、4、6、
って最初の立ち細編みの頭に引き抜きます。で5段目です。5段目はそのまま全部の目に細編みを入れます。難しいですね。カメラを気にしながら編むっていうフレームアウトしちゃいます。はい、これ上限なしなので18目なのでそのまま最初の細編みの頭に引き抜きます。次ですね、6段目立ち上がり1目で細編み2回、細編みを1回、細編みを隣の目に1回、隣の目に2回、これを繰り返し最後まで編みます。1、1、2、1、1、2と入れていきます。数が24になっていれば大丈夫です。2、4、6、半と、あ、大丈夫ですね。はい、最初の細編みの頭に引き抜きます。そして7段目から11段目まで5段は増し目なしで全ての目に細編みを編み入れます。5段このまま編んでいってください。11段目まで編めました。次は減らし目に入ります。12段目、1目立ち上がって最初の目と隣の目で2目一度を編みます。引き抜いて向こうから引き抜いて3目一度に抜きます。で細編みを隣の目から順番に 10目編みます。そしてまたこことここの目を2目一度します。糸を持ってきて一度に3個引き抜きます。であと残りまた10目細編みをします。で今の目数が、22になってるはずです。22目ですね。はい、引き抜きます。はい、13段目は増減なしで全ての目に細編みを編み入れます。はい、これで13段目が終わりで細編みの頭に引き抜きます。
次14段目、一目立ち上がりとこの目とこの目で細編みの2目一度をします。はい、次から細編みが9回ですね。9目編めました。またこの目とこの目で引き抜きじゃない、2目一度を編みます。はい、で最後の目まで細編みを編みます。はい、編めました。これで20目になってるはずです。数えます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ありますね。はい、次は15段目ですね。まず引き抜いて立ち上がり1目、15段目も最初の1目2目目を2目一度します。はい、そしたら細編みを8入れます。線がすごいです。またここの目とここの目を2目一度します。はい、残りの目をすべて細編みで8回入れます。8、そして目がここで、18目になってるはずです。1,2,4,6,8、そうですね、やってます。で最初の目の頭に引き抜きます、出来上がってきましたよ。で16段目、1目立ち上がって最初の目と次の目2目一度の細編みを編みます。次は細編み7回。次の目と次の目で細編み2目一度を編みます。はい、で次の目から細編みを最後まで1目に1目ずつ編みます。でここで16目になってるはずです。数えます。1,2,4,6あったんですね。で最初の目の頭に引き抜きます。はい、こんな感じです。でここの先っちょにフォークのギザギザをつけていくのがちょっとやりにくいんですけど、ここ作っちゃうと綿が入れれなくなるので先に軽く綿を入れます。いきますよ。先が4個なんですけど、16目あるので手前の2目向こうの2目で4目ずつ拾っていくんですけど、1目立ち上がって細編みを編みます。その隣のここに細編みを編みます。編みにくいですけどひっくり返してこことここの目ですね、細編みを編みます。よいしょと。で隣の目にも細編みを編みます。そして最初のここの目ですね、分かりにくい人は段数マーカーかなんかをつけておくといいと思います。でここに引き抜きます。そして1目立ち上がって
最初の細編みの頭と向こう側の細編みの頭を同時にすくって細編みを一目します。そして鎖一目で、ここでカットします。ちょっと糸端残してください。ピョンと、はい、ここで一つできました。で、次からは糸をつけながらいきます。はい、隣の目ですね、ここです。ここに糸をかけて持ってきて、立ち上がり一目、そしてはい、一回細編み、次の目編みくるみながら2個目で、ひっくり返して、とこことここの目ですね、ここに編みにくいけど、ここに、あ、この裏の糸を編みくるみながら細編み、次も細編み、あれ違う、細編み、はい、でこの向こう側にこの糸を置いておいてカットしちゃいましょうね。で、最初の目の頭に、ここですね、ここに引き抜きます。はい、一目立ち上がって、向こうとこっちの目に針を入れて、まあ、この辺って一人ずつ繋がってればいいです。はい、細編み編んで、鎖一目で立ち上がってカットします。はい、とで、ちょっと邪魔なこの裏の糸は編みくるんだのでカットします。お、これをあと2つ分やっていきます。はい、こんな感じでフォークの先ができました。どうですかね。で、この糸を糸処理します。針に糸を通して中にしまっておきますね。とりあえず1本だけやります。この辺から適当に刺しまして、遠くへ遠くへ、でまた上に何回かやれば OK です。はい、こんな感じ でちょっと軽く引っ張って直近と、はい、この他のもやっていきます。終わりました。で、どっちを顔にするかって感じで、まあどっちでもいいんですけど、はい、目をつけていきます。1、2、3、4、5段目ぐらいにつけて、6、ちょっと1段5段目、6段目ちょっとずらして目をボンドで貼っていきます。これですね、これを使っています。顔になってきますよ。はい、結構たっぷり目につけます。1、2、3、4、5、いいですかね、よっと。はい、その1段下にちょっとずらして、ちっちゃい方を貼ります。これはグルーガンでやってもいいかもしれないですね。はい、難関のチェーンステッチをしていきます。
はい、ここで使うのがこのトロピカルコットンの赤と青ですね。まず上の眉毛のとこからいきます。台風が来ているので、セミが鳴いたり止んだりです。よいしょ。はい、ちょっと小さめの玉止めをして、ここから結構ねフリーハンドでいくので、こうこんな感じに山に長めに持っていきたいと思います。裏から入れて、この辺かな、この辺かな、はい、刺します。ちょっと引っ張って、でここからチェーンステッチをしていきます。出たところからくるっと、刺繍苦手なんですけど、1個目に作った時めちゃくちゃ顔がブサイクになっちゃって、息子に微妙だと言われ作り直しました。はい、いきますよ。こうやってちょっとね、あら大丈夫かしら、いくよ。ちょっと目が乾いてね、皆さん乾いてからやってください。こんな感じで元あった場所に戻って、ちょっとアーチにしたいからもう少し上向きにしていきます。感じでいきますよ。ヒヒーって感じで目がずれちゃって、はい、次にやっていきます。入れて今度下がってきますよ。あ、目が乾いてない。はい、下の辺までいきます。本当にクラゲちゃんみたい、クラゲちゃんにしちゃおうかしら。映画だとこれは多分モールなんですよね。モール使えば楽なんですけど、なんか針金が入ってるのでちょっと危ないなと思って、毛糸で刺繍します。ちょちょっと、はい、どの辺から行く、目のこの真ん中辺の下からこういう感じに行こうかな。目の真ん中あたり、ちょっと下からな、多分一個ずつ表情がみんな変わるように、まあそれもいいんじゃないですか。フォーキーいろんな表情するので、よいしょよいしょ、はい、いきますよ。今度はこんな感じに、こんな感じにしていきたいかな。はい、斜め上に向かって、難しいチェーンステッチをやっていきます。
しみ悲しみの顔元気な顔にしていきます。こんな感じでここまで来たら下に困った顔とかでも可愛いからね。に上がっていきたいかな。もうちょっと横に長い方が良かったかしら。はいはいはいっと、はいっと、あんまり縦に長くしない方がいいのかな。横に行きます。はい、こんな感じです。裏に出ます。面白い。ま、顔が一番難しいんですよ。だけどもご愛嬌ですから。よいしょ。チョッキンと。完成しました。どうですかね。って感じですね。ちょっと長くなりそうなので続きは2、次は胴体と足を作っていきたいと思います。ではお楽しみに。